か。こんにちは、牛さん。今日も始まりましたね。よし、俺についてこい。牛さん、周りからうざがられてるのは知っていましたか。いや、それは知らん。牛さん、そこは答えてはダメなんです。どうなん。そうなんです。もう一度見直してください、鬼滅のアニバを。あ、はい、鬼滅のアニメを。はい、今日はどういった話題でいきますか。今日はね、現役ドラフト。わあ、現役のドラフトなんですね。そうだ。お前いつまで続けんだ、その調子で。誰か止めてください。だから今日はそうですね、はい、現役ドラフト、はい、今期実施で方向性一致、うん、ようやくですけれども。そうね。そうですね、日本、野球機構 NPB と日本プロ野球選手会の事務折衝が22日都内で行われて、まあ、出場機会が少ない選手の移籍活性化を目的とした、まあ、仮なんですけど、まあ、現役ドラフトについて、はい、今シーズンから実施することで方向性が一致したと。ああ、いいことだね。そうですね。じゃあ今シーズンのオフからってことになるんですか。まあ導入されるということかもわかんないけどですかね、はい、でただその詳しいまだ内容、例えばどうするかっていう詳しいところまでは、これからということになるようですけれども、ね、まあ、それはもう詰めていかなきゃいけないよね、はい、ただいろいろね、はい、まあ、対象人数を一球団8人を軸とした案を、はい、まあ、提示したと、いうことなんですけれども、うん、やっぱりね、どの球団に入って、活躍できるかというとさ、ポジションが被ってるとさ、はい、もう芽が出ないまま、自分の経験もないまま終わっていく選手っていうのもたくさんいるんだよね、はい、でもこの球団に行くとポジション空いてるとかさ、うんうんうん、自分の得意なポジションが空いてるとか、はい、あとはね、チームが持ってる雰囲気に馴染めるか馴染めないかっていうのも大きいんだよね。うん、例えばプロ野球ってさ、はい、12球団あるけども、はい、一つの会社だとするじゃない、サラリーマンの方が。そしたらいろんな部署があると思ってもいいんだよ。例えばその巨人だったら営業だとかさ、はい、DeNA だったら人事だとかさ、うん、そういう各部署に分かれるとすればさ、はい、サラリーマンの方だってどの部署が自分に一番合うかっていうのがあるでしょ。ありますよね。だからそこで芽が出ない、業績が上がらないっていうのがさ、うん、やっぱり自分にとっても辛いことじゃない。で球団も素質は見抜いてるんだけど、なかなかこう成長しないとか、うん、なかなか環境に馴染めないとか、まあ、そうなってくると環境を変えてあげた方がいいよね。そうですよね、うん、だから少しでもさ、多くの人がやっぱチャンスを与えられるように、うん、やっぱそうしないと、せっかくさ、うん、ドラフトまで野球にかけてきて、うん、ドラフト後全く出ないとかさ、はい、全く名前が消えちゃったとかさ、うん、まあ、そうなってくるとかわいそうじゃない。そうですよね、うん、だから少しでもチャンスがあるんだったら、そういう制度っていうのはすごくいいことだよね。例えばこれまだ詳しい内容決まってないですけど、うん、例えば僕出たいですこの地、うん、球団をって言った場合に、そういう例えば球団が聞き取り調査をして、うん、でも8人を軸なんで、うん、まあ、8人に収まればそれで提出できますけど、うん、たださ、 そうだと、はい、それはお互いの球団の思惑があって、はい、まあ、例えば、うん、ピッチャーの中継ぎがいないと、うん、で他のチームで中継ぎで埋もれてる人は、うん、こっちが優先的にドラフトするとかさ、うんうんうん、まあ、そういうことだと思うよ。僕が出たいとか、そういうことではないと思う。じゃあ、例えば一般的なドラフト会議みたいに、例えば1巡目、2巡目みたいなことは、ああいうシステムにはしない、ね、ああいうシステムじゃないだろうね。あ、例えばパソコンで、はい、まあ、12球団オンラインで、はい、ドラフトしていくとか、うんうんうん、あえてこう集まってやらなくても、今そういう、こうオンライン上でできると思うんだよね、うんうん、だからそういうことの導入でいいと思う。そうですね。あとは、まあ、埋もれてるので、例えば1軍でバリバリ活躍してる選手が、このチーム俺は合わないから嫌だと思ってドラフトしてくださいって言ってもね、球団が全然1列だったら無理ですもんね。いや、それはもう FA まで我慢するよ。ああ、そこは、うんうん、だけどファームの選手っていうのは、行きたくてもなかなかやっぱり行けないじゃない、はい、で各球団からどういうふうに見られてるのかって、うん、ファームも交流あるからさ、はい、ファームの中でも、あの選手いいのに、うん、あ、上に例えばスーパースターいるからなとか、
ね、補うポジションで、うん、そうなってくると、あいつうちに来たら出れるのになっていう思いがたくさんあるんじゃないの、ファームの中で。特に例えばソフトバンクだったり、うん、ジャイアンツって本当2軍とか3軍でいい選手とかバリバリいるじゃないですか、うん、で他のチームが欲しいなとか、うん、そういうのを見ててこう、まあね、ドラフトで交換したりとか、うん、そういうのもある。まあそれはあるよね、かもしれないですね。まあそれはトレードすればいいだけの話なんだけどさ、うん、なかなかこう12球団の中で見渡すっていうことも難しいし、うん、ファーム同士のトレードっていうのもさ、なかなかこうあの難しいんだよね、即戦力じゃないだけに。あ、はい、だからそれだったらもう一度ドラフトをやり直して、まあ、例えばさ、うん、3球団競合した、はい、ね、うん、俺はこれここに行きたかったのに行けずに、うん、ここの球団に A という球団に入ったとするじゃない、はい、うん、そしたらやっぱ環境に合わないとかさ、うん、地域的な問題はあると思うんだよね、うんうん、例えば関東が合うとか関西が合うとかさ、はい、地方が合うとかさ、うん、まあ、そういうことも あると思うし、はい、で地元のスター取られちゃったとかでも芽が出ないと、うん、でも地元にも戻して、うん、ドラフトして、うん、ね、し直して、芽を出させるとかさ、うん、まあ、そういうことっていうのはすごく大切なことだと思うけどね、俺はね。そうですよね、うん、そのやっぱ選手にとってね一番いいですもんね、うん、だからプロに入ってさ、うん、素質がないっていう人はいないんだよね、はい、ただやっぱり運に恵まれなかったりだとか、うん、環境に恵まれなかったりだとか、うん、まあ、いろんなことがあると思うんだよ、うん、でドラフトっていうのはやっぱり一つ運の問題もあるんだよね。そうですよね、うん、その時のっていう、うん、だから競合しても本当に一流の球団に入れることです、うん、まあ俺らの代だったら、はい、岡田さん大阪、はい、いや阪神に入りたいと、うん、ね、引き合ってたのが阪神とか、はい、うん、まあ原監督でもそうだよね、うん、横浜か巨人って言ってたんだけど、はい、でも巨人に行ったからこうなったんだと思うしね、球界のリーダーに、うん、なったんだと思うし、だからそういった意味ではやっぱ運も作用するよね。いや、そこ大きいですよね、うん、江川さんが運がなかったのが、うん、ね、自分の一流の球団じゃないところばっかり指名されて、うん、はい、最後には空白の一日っていうのを作っちゃったじゃない、はい、ね、だからそういう意味では入ったところは別に悪くない、指名したところも悪くないんだけども、うん、でも本当に行きたかったとことか、うん、やっぱりあるじゃない、地元とか、はい、そういうのが、うん、だからそういうので芽が出てない選手をもう一度再生するということは素晴らしいですね。まあ NPB がどういうふうに動くか、どういうふうな規約を作るか、まあ楽しみですね。まあ青写真はできてると思うんだけど、まあなかなか決定までは行ってないと思うんだよ、まだね。そうですね、やっぱもうやっぱ詰めて詰めてね、まあどの球団も不備がないように、不利がないように、不利がないように、まあ、そういうふうにしていかなきゃいけないしね。そうですね。で、ね、今年は東京オリンピックがあるので、その期間プロ野球が中断するので、うん、公式戦中断期間7月21日から8月13日に第1回の会議が実施される可能性もありそうだ。もう会議は重ねないとなかなか決まらないと思うよ。そうですね、うん、これ会議なので、もしかしてここで第1回目のドラフト会議みたいな感じになるかもしれないですか。ならないと思う。それは規約の会議だと思う。規約をそれよりも前に決めてではなくて、うん、だから完全にドラフトが全部終わった後のドラフトだと思う、はい、でもここ見るとタイトル見ると公式戦中断中第1回実施もなので、早く決まればもしかして規約がね、規約が、まあ、まあほとんど決まってると思うんだけどさ、この発表をするっていうことはさ。そっかそっか。でもまあ詰めていかなきゃいけないところもあると思うんで、はい、うん、第1回実施もあるんだね、そしたら。そうですよね、うん、まあ、豊さんずっとまあ一軍でされてたからあれでしょうけど、もし自分が現役の時に現役ドラフトがあって自分が埋もれてたら、やっぱ監督なりコーチなりに言いに行ってます。僕ちょっとやっぱ出場機会あれしたいんで出たいですって。いやー、それはちょっと分かんないけどさ、うん、でも屋敷が言ってたじゃない。巨人に行きたいと、うん、で王さんに直訴してたっていう。で優勝、それは理由は優勝したいというね、うん、
だからまあそういうそう思ってる選手、うん、俺はあそこ行きたいなと、あそこ行ったら出れるのか、うん、かもわからないとかね、うん、まあそういうことも含めて、はい、まあいいことだし、うんうん、まあ実施に向けてね、はい、早く規約をちょっと見たいよ ね、 そうですね、どういう規約なのかっていうのをね、うん、中身見たいです、うん、はい、ちょっとねその動向も今後見守っていきましょう、はい、はい。